いいか、俺には物語に出てくる主人公みたいなすごい力なんてなかった。魔王軍と戦うのは先に送り込まれた強力な能力だの装備だのをもらった連中がやればいいんじゃないか。というわけだから、何か手軽にできて儲かる商売でも考えろ。あとお前の最後の取り柄の回復魔法をとっとと俺に教えろよ。回復魔法だけは嫌よ。私の存在意義を奪わないでよ。私がいるんだからいいじゃない。遠慮なく本音をぶちまけると大概の女性は泣きますよ。うん、ストレスが溜まっているのなら代わりに私を口汚く罵ってくれても構わないぞ。こいつ。